こんにちは。今日はショートカットキーと、まあ、マウス操作ということでお話ししようかなと思います。まあ、これはですね、まあ、ショートカットキーの方がいいっていう話もあれば、そうじゃないものもあると。で、Excel をちょっと事例にして、まあ、どっちがいいかというので、私の考えをちょっとお見せしようかなと思います。ただ大前提としてですねこの、こういったマウスを使うのか、ノートパソコンのパッドを使うかで、 そのマウス操作の方がいいかどうかっていうのが変わってきます。ね、マウスはこれ操作性が良くて気に入っているトラックボールマウスなんですけど、これでもやっぱりキーボードから手を離してこれを <laughs> さ握るという時間のロスはありますよね。ね、パッドだとまあ、例えばこのキーボードがこうあったらここにピャパッドがあるわけで、こっからの距離ってだいぶ 近いんですよ、ね、そうすると、ショートカットキーじゃなくて、マウス操作でもいいっていう場合もあると。で、まあ、ディスプレイ、パソコンがタッチディスプレイであれば、そのタッチの方がいい場合もあったりもするんで、まあ、パソコンの種類によって、だいぶその操作の最適度っていうのは変わってくるかなというところはあります。で、今日はちょっとこの、この、 パソコンはデスクトップで、YouTube 撮ってるのはデスクトップで、このマウスを使ってるんで、マウスを前提にしてということでお話ししてみようかなというところです。で、画面を切り替えてみますけど、これは Excel ですね。で、サンプルファイルを出してます。で、まず、その、新規のファイルを開くと、Excel を使ってて、新規にファイル使うなっていう時には、ちょっと今の操作も、<laughs> なんとなくやっちゃいましたけど、 これ、こう、全画面にエクセルを表示するみたいなときは、まあ、マウスかなーって気はします、ね。これでダブルクリックすればいいんで。で、で、新規のファイルを開くときには、コントロールと N っていうので、こうやって開きます。で、これをマウスでやると、マウスでやると、ちょっと考えますよね。やらないんで。ファイルにして、新規ですかね。新規とかここですかね。もうだいぶ遅いですよね。 まあだいぶ遅いんで、これはないかなっていうところです。で、この開いたファイルを閉じるっていうことになったら、このマウスだと、これでここをバツするといいかなと思うんですけど、まあ、こ,れこれはショートカットキーだと Ctrl と W っていうので、今閉じたんですけど、で、これも閉じたと。今閉じて、まっさらのファイルなんで、一瞬で閉じると。で、ちょっと、 また新規ファイルにして何かこの入力をしてからコントロール W で閉じようとするとこんな感じで出てきますよね。だからコントロール W っていうショートカットキーで閉じてで保存するときもここで Enter キーを押した方が早いです。Enter キーを押してでこの場所にこうやって保存すると。でこれをマウスでやろうとするとこれでコン,コントロールマ,マウスでこっからやろうとするとこれで×にするこれを ククリックするでこれをクリックするっていうのでやっぱ遅いは遅いですよね。で画面が大きかったり操作性が良くないマウスだったりすると、まあ、余計時間もかかるんでこの辺りはまあショートカットキーでしょうね。でこれもこれ閉じるにしないこれキャンセルの場合も今、まあ、マウスを握るマウスをその直前に触ってたかどうかでもやっぱ操作って変わるんですよ。 で、私自分の操作をちょっと注意深く昔見たことがあって、その時々でなんか分けてんなっていうのはあるんですよね。だからそれが、まあ、無意識にやるのか、ショートカットキーにこだわるのか、ど,うすどっちにするかっていうところであるんですけど、例えば今これでマウスを例えば触っていた時だったら、ここでキャンセルをクリックした方が早かったりするわけです。 ただ、その直前にキーボードに手があったら、まあ、ここでエスケープキーを押した方がキャンセルはしやすいわけです。エスケープキーを。肩あの左手の小指で押した方が早いわけです。だから、そういう、あの、パソコンって思った以上に体を使うかなっていうのがあるんですよね。体を使うと。と思った以上にですね。だからそこを意識されてもいいかなと思うところではあります。 だからどこに今手があるかとか、まあ、どこに視点がいってるかによって最適な操作っていうのはその都度変わると。まあ、変えていいというような感じですね。で、次に考えるのは、じゃあシートを増やすとかにしてみましょうか。シートを増やすっていうと、マウスだとこのあたりをクリックするっていうのがあるんですけど、まあ、これもシート増やすってあんまりないかなと思うんですけど、シフトと11っていう、 シフトと11っていうのを押すと、この、どんどん増えて、あ、すみません。こ <laughs> れあれでしたね。入力されてたんで、シフトと11っていうのを押すと、こうやって増えていくっていうのがあります。で、シートを減らすっていうのはどうするかっていうと、これ、マウスだったら右クリックを押して、この削除っていうのがありますよね。これがあるんですけど、ただ、これだとちょっと時間かかるんで、で、折るとき、 Alt, E, L, Enter って押すと今消えます。これ何も書いてないところなんで普通に消せますけど何かあるシートだと Alt, E, L で、あ、<laughs> やっちゃいましたね。無意識にこうセットになってるんで Alt、Alt, E, L でこういうのが出るんですよ。このシートは完全に削除されます。続けますかって出るんで、ここで小指、右手の小指で Enter キーを押すだけということになります。 で、これをマウスでやろうとすると、右クリックの削除にして、で、ここでまたクリックしなきゃいけないというのになりますよね。だから、そうすると、もうショートカットキーの方が全然早いかなというのはあります。じゃあ、このシート名の変更ってどうかっていうと、まあ、例えばこれでこうダブルクリックして、データってこう入れるわけですよね。こういうのと。で、ショートカットキーでも一応できて、折ると、hor っていうのでできるんですよ。お、間違えました。 オルト、HOR、H o、あれあんま使わないから。オルト、HOR ですね。で、これでこうやって、あのシード名を変えられるんですけど、まあ私がその今間違えたみたいに、まあ、普段使ってないんですけど、長いですよね。オルト、HOR って。まあ長いんで、これはマウスでいいかなって感じはしますよね。シート名変えるっていうのは。なんかそういう使い分けをしてはおります。まあ、 あとは、ちょっとさっきのデータの切り替えですよね。データの切り替えで、例えばさっきの最初に出してたエクセルを出そうとしたら、マウスでやるんだったら、こうグイッてやってこっちに切り替えるとか、あとは、まあこれを一回こうやって小さくして切り替えるとか、まあいろいろ方法はあるかと思うんですよ。で、気をつけたいのは、エクセルっていくつ開いても全然大丈夫なんで、まあいちいち閉じないっていうのも大事ですかね。 で、パソコンの性能が良くなかったり古かったりするとそれで固まったりっていうこともあるんですけど、まあエクセルを多少出しても固まらないぐらいのパソコンにしておきたいところかなってところあります。で、今私がちょっとまた切り替えたんですけど、オルトキーとタブキーを押すとこうやってアプリを切り替えられるんですよね。アプリを切り替えられて、まあこの切り替えたところで話すと 今、こっち側のディスプレイに切り替わったんですけど、こうやってエクスプローラーというのに変わったりすると。で、これと、コントロールとタブっていうのもあるんですよ。Alt とタブ。コントロールとタブだと、Excel だけで切り替わります。まあ、ただ私はなんか他のアプリと切り替えることも多いんで、この Alt とタブを使ってます。で、Excel だけで切り替えると、厳密に言うと、切り替わらない Excel ファイルがあるんですよ。 この状態で、この繁忙期ショートカットキーっていうのは別のウィンドウで開いてるんで切り替わらないんで、まあそういうこともあるんで、エクセルの中で切り替わるのは楽なんですけど、オルトタブを一つ覚えておけばいいかなというのはあります。で、このこういうデータですよね。こういうデータがあって、ここでまあショートカットキーを使うなら、このスクロールなんかはマウスですかね。でもちょっとのものだったらこの方向キー、 上下左右のキーで動かした方が早い場合があります。で、一番下まで行くんだったら、これはマウスでこうやってやったり、こっち側でグイッとやるよりは、ショートカットキーで、コントロールと下って押すと、この一番下の9640まで行きますし、コントロールと上を押すと一番上まで行くっていう。まあ、これが圧倒的に早いですよね。 で、じゃあちょっとここの色を変えたいなっていう時があったら、これシフトキーを押しながら右押してるんですよ。で、シフトキーを押しながら下とか上とかを押すとこうやって選択できるんで、もしくはコントロールとシフトを押しながら右とか、コントロールとシフトを押しながら右とか、なんかこういう風なこともできるんで、まあショートカットキー、ショートカットキーといいますか、マウスよりも早い。まあどっち、これはどっちもどっちかなって気はしますけど、直前にどう使ってるかどうかですかね。早い。 感じはしますよね。で、これで、ま、コントロール B、コントロール B とかって押すと、ちょっと太くじになるとか、なんかそういうのがてきます。で、ここの、ちょっと、セルの幅を広げたいなっていうときは、これはもうマウスかなと。これダブルクリックすると、こうやって開くんで。で、ここの、例えば、この、セルの選択は、キーの方がいいなと思うんですけど、じゃあ、列の選択、行の選択。まあ、まず行の選択からっていくと、 一応シフトとスペースっていうのが行の選択なんですけど、シフトとスペースだとこれうまくいくときといかないときがあるんですよね。その日本語の入力のあれによってなんですけど、だからあんまり私こう使わなかったりしますね。まあなんか行はこうやって選択して、で、もしこの辺まで選択するんだったらシフトキーを押しながらクリックするとその連続しているところを選択できますし、まあやるかどうかですけど、この、この、 特定のところだけを選択するんだったらコントロールキーを押しながらこうやって選択していってます。だからこういうふうにコントロールキーを押しながらだと離れたところを選択できてシフトキーだとこの連続したところを選択できるっていうのはこれはシートでも使えますしシートでもコントロールキーを押しながらとこれとこれを選択できて まあこれをクリックしてシフトキーを押しながら選択すると全部を選択できる。こっからここまでを選択できるとか。まあそういうのに使ってます。コントロールとスペースだとこの列を選択できるとか。なんかこれは私マウスの方がなんとなく。なんかさっきやった時ミスったんですけどミ、ミスると言いますか、うまくいかない時っていうのがあるんですよ。半角スペースが入ったりする時とかあったりもするんで。 まあなんかそこは別にマウスでいいかなみたいな感じにしてます <laughs>。で、まあこれをまあコントロールスペースでこうやって選択して、じゃあこれを桁区切りにしたいっていう時には、マウスだとこのあたりもあるんですけど、まあここまでカーソルを持っていくのってもめんどくさいんで、コントロールとシフトと1って押すとこうやって桁区切り、間区切りにすることはできます。で、この日付なんかももしちょっと形式を変えたいんだったら、まあ ま、この日付の、こういう、西暦年月っていうのはこういうふうに変えられますけど、ちょっとこれを変えたいなっていうときはコントロール1を押して、まあ、こういう感じに変えたりっていうのはやって、やりできます。まあ、この辺はコントロール1とマウスの組み合わせって感じですかね。こういう。で、この、こういうデータがあったときに、まあ、便利なのはテーブルっていう機能があるんですけど、テーブルは、 ここで、このテーブルとして書式設定でここで選ぶっていうのでできるんですけど、で、これで OK なりエンターをクリックしてっていうのができるんですけど、これはもう絶対 Ctrl-T を押してエンターっていうのがおすすめではあります。で、その後にもし色を変えたいんだったら、ここで変えるって感じですね。で、そうすると、この、このフィルターもつきますんで、フィルターもつくんで、 見やすくはなるとでこうすると、この見出しがここに固定されるっていうメリットもありますんで、でこのフィルターもこれで例えば iPadPro にしてこうやって出すと、で今度は iPhone を選択したいなというときに、マウスでクリックして、こうやってすべて選択で OK を押してってやると時間がかかるんで、ちょっともう一回 iPadPro にしますけど、iPadPro にして CtrlShiftL って押すと、フィルターが解除されるんですよ。 で、もう一回やるとフィルターがつくんで、まあ、結果的にこのすべて表示にすることができると。まあ、こういうのは結構使いますかね。で、これを集計するって言ったときに、じゃあ、ピボットテーブルっていうのをつけるんです、作るんですけど、このピボットテーブルって、まあ、ショートカットキーでもできるんですよ。で、昔私はショートカットキーで、今この、Alt ま、オルト、N、V っていうので作って、エンターっていうので作ってた時期もあるんですけど、今は、この、 ちょっとテーブルまで戻しますけど、テーブルの前まで戻して、Ctrl-T で Enter でやると、ここにピボットテーブルで集計っていうのがあるんで、なんかこっちでやるのが <laughs>、や、やることが多いですね。まあパッドをよく使うからっていうのはあるんですけど、で、こうすると、まあこのあたりちょっとピボットテーブルになるんですけど、まあ商品別の集計っていうのがこうやって一瞬で出ると。 で、視点別にも見たいなと思ったら、ここをマウスでドラッグすると、こうやって商品別、視点別のデータが出るという風にはできます。まあ、これがピボットテーブルですよね。ピボットテーブルで。で、これをちょっとグラフをセルの中に入れるとしたら、まあ、この合計のところは入れずに、ここだけ選択して、まあ、このあたりはマウスですね。この条件付き書式のデータバーっていうので、こんな感じに入れるとか。 まあそうすると MacBook Pro が結構売れてるなっていうのが分かったりっていうのはありますよね。で、これまた、これもマウス操作でやってますけど、列を広げるみたいなのはやってます。で、一方でこのグラフっていうのも、グラフっていうのを、これ、ちょっと違う風に、月別とかに、で、グラフを作ってみましょうか。まあこんな感じで、ちょっとこれでいいか。 これでグラフを作るってなったときに、グラフって、ま、このピボットテーブルのメニューにも、ここからあんま行ったことないですけど、ピボットグラフか、こういうのがあったり、ま、挿入のグラフっていうので作ったりっていうのはできるわけなんですよ。ただ、ま、これをやらなくても、オルトキーと F1 キーっていう、F1 キーというのを押すと、こんな感じで、ひとまず棒グラフができるんで、この後に色々、この、ちょっと色が、 標準設定だといけてないんでちょっと変えていくみたいなのはこの辺はマウスでやってますかね私は大体このこんな感じでうんまあ色を変えていくんですけど濃い薄い色なしみたいな感じでいつも変えてますまあそうすると3本は線を引けるんで まあこういうのにしておくと。まあ、ちょっと、これもうちょっとピボ。ピボットテーブルから作るとちょっとこういうのがついたりっていうのはあるんですけど、まあ、こんな感じで。まあ、あとは、あれを出したければ、数字を出したければ、どっかこんな感じで出すとかですね。ちょっとこれはあれですけど、 数字が大きいんで、ちょっと見づらいですけど、なんかそういう風な、というのは、グラフでやったりはします。で、まあ基本のコピーとかですよね。コピーでなんかこの辺のものをコピーするんだったら、こうマウスで右クリックして、右クリックして、貼り付けっていうのは、まあちょっと時間かかるかなというのはあるんです。その前にマウスに手を伸ばすというのもあるんで、まあやっぱりここは王道ですけど、コントロール C のコントロール V ですよね。 で、例えば、ここがちょっと色がついていて、色がついてて、文字が大きくて、これ、ブラウザからコピーするときなんかもそうなんですけど、これをコピーして、貼り、なんか変なとこに行っちゃう。コピーして貼り付けると、こコピーして、このあたりにしますか。貼り付けると、こんな感じで、あ、切り取りにしちゃいましたね。まあ、こんな感じで、色も、大きさも、ポントも、 貼り付けられる、貼り付けられてしまうんですよね。で、ちょっと、今、貼り付けになっちゃった、あ,あ、コピーになってたんで、ただここにコントロールって書いてある通り、これ右クリックするとこうやって値だけの貼り付けっていうのができるんですよ。でもこれをやらなくても、このコントロールって別に出てるわけなんで、コントロール、コントロールキーを押して、ここをカーソルを当てると V なんですよ。で、V っていうのを <laughs> 覚えておけば、コントロールを押して V っていうのを押すと、こうやって、 値だけ、書式デザインなしで貼り付けっていうのができたりします。まあこういうのも覚えておくと便利ではありますかね。なんかそんなところです。あとは、まあ簡単に経線引くとか、まああんま経線は使わないかな。経線、罫線はもうこのテーブルで付けるんで、あとを使うところとしては、 ああこれは、あの今いろいろコピー貼り付けっていうのはしたんですけど、これは Windows の機能なんですけど、Windows と Windows キーと V、Windows キーって左下にあるちょっとこういう、なんていうか、田んぼの田みたいなマークなんですけど、こうやると過去に貼り付けた履歴っていうのが25個まで保存されています。で、こんな感じで私が過去に <laughs> 貼り付けたものがこうやって出てくると。で、こうやるとこうやって貼り付けることはできるんで、 もちろん、この値のみにすることができて、これオンにしておくと便利です。初回に Windows V って押した時に、クリップボードっていうのが出て、有効にしますかみたいなのが出てくるんで、そこで有効にしておくと、あと使えるようになります。オプションの方にクリックボードっていうのがあるんですけど、それが便利ですかね。あとはちょっとこの後、コントロールと A っていうのも、コントロールと A って全体をコピー、全体を選択するっていうので、使えたりはしますよね。 でこの辺りで、あとペあれですよねあの。今やろうとしましたけど、ページのシートの切り替えですよね。シートの切り替えって、コントロールとページダウンとかで、こうやってコントロールとページダウンでこうやって切り替えられるんですよ。でただ、ページダウンのキーがないと FN キーと上下みたいなのであるんですけど、これもまあ覚えておくと便利ですかね。 え今やろうとしたのが、こっちで見て、あ、コントロール A ですね。コントロール A をどっか使うところがあるか、まあちょっとこのあたりを、あ、こうやってマウスでなんとなく選択、あの選択するっていう時もあります。なんかその時の、その今はマウ,マ,ウマウスの手の上、マウスの上に手を置いてたんですよ。まあそれで今マウスで選択したって感じですね。 まあこういう時に全部を選択したい時はコントロール A ですよね。で、コントロール A をもう一回押すとこあ、正確にはコントロール A を押して、コントロールキーを押しながら A を押すと、本当に全体を選択できるんですよ。で、通常はデータがあるところまでっていうのを選択します。で、これで全体を選択して、フォントを変えたり、まあ何か、フォントをちっちゃくしたりとか、拡大したり、あの文字を拡大したりとかっていうのができたりはしますよね。 で、拡大っていう話で言うと、コントロールキーを押しながら、このマウスのホイールを回すとこうやって拡大できたりするんですけど、まあ、ここでこうやって操作するっていうのもできますし、で、タッチ、タッチで、タッチで、マウス、マック、マ,マクね、エクセルでタッチディスプレイ使うのは、こっちかな、みたいなのありますかね。タッチディスプレイが、まあ、非常に、これタッチディスプレイなんですけど、役に立つのは、ショートカットキーがないソフトです。 そうするとマウスでしか操作できないわけじゃないですか。だから、会計のソフトとか、経理のソフトとか、税金のソフトとかっていけてないんですよ。ショートカットキーがなくてです。で、エクセルはショートカットキーがほぼほぼあるんで、まあ、マウスとショートカットキー操作でいいと。で、で、タッチ操作を別に、まあ、このあたりをタッチ、このあたりをタッチするんだったら、ショートカットキーの方が早いですからね。<laughs> やるんだったら。で、ここの、これを、 使わなきゃいけないっていうのって、そうそうないかなっていうのはあるんですよ。さっきのピボットテーブルぐらいではあるんですが、これも、この手を、このキーボードに置いてるのをディスプレイに伸ばすんで、そことのロスと考えなきゃいけないですよね。そことのタイムロスと、その、そタッチ操作をするかどうかっていう、あのを <laughs> 天秤にかけて、 判断しなななきゃいけないかなっていけかうのはあります、まあ、あとは、これも基本的なものとして、Ctrl-Z ですね。Ctrl-Z で戻して、Ctrl-Y でまたやり直すみたいな、そういうのはあります。で他は PDF、PDF にする。まあ、私、プリントアウトしないんで PDF にするってことなんですけど、あ標準でこれが開くのか。これは嫌だな。 コントロールを P にするなり、まあ名前を付けて保存にすることが多いですからね。名前を付けて保存にして、タブキーを、名前を付けて保存にしてタブキーを押して P を押してエンターを押すと。で、そうすると PDF で保存されるんで、ちょっともう一回行くと、ちょっとこのファイルだとあんまり好ましくないんで、これで F12 で,でタブキーを押して P を押してエンター で、ってやると PDF で保存されます。まあ、こんな感じで。で、今のは似たような感じで F12 キーを押して CSV で保存したいというときは C を押して Enter キーと。で、ソフトによってはちょっとこ,こっちの CSV じゃなくてこっちの普通の CSV じゃないといけないときもあるんで、まあそれだったらちょっと今みたいにちょっと手間がかかるんですけど、で、これで Enter キーを押すっていうので CSV ファイルで保存したりっていうのはできます。で、 ですよね、ちょっと戻って、戻って、このあたりにしますか。まあ、あとよく使うのは、コントロール F で、この痴漢ですよね。あ、痴漢、検索。失礼しました。痴漢で、痴漢っていうのは、まあ、例えば、この列を選択して、コントロール H と押すと、こうやって出てくるんですよ。こうやって出てきて、で、通常はこのオプションが閉じてるんで、こんな感じですね。 で、これで言うと、マウス、マウスっていうのを、まあ、トラック、ボール、マウスとかに変えて、で、エンターキーを1、2って押すとすべて痴漢のところにカーソルが行くんで、これでエンターを押すと。で、そうすると960個痴漢できましたみたいなのが出るんで、なんかこういう風にで、コントロール Z で、これ閉じてコントロール Z すると戻るって感じですかね。で、今の、このタブキーって左手の小指で押してるんですよ。 で、エンターキーは左手の右、右、あ、左、手の小指で押してるんで、この5本指、特にこの小指で使いにくいじゃないですか。これをちゃんと使うっていうのが、まあ、ショートカットキーのポイント、まあ、パソコン操作のポイントではあります。あとは、コントロールを行の挿入。 あと、セルの編集ですよね。セルの編集で、ちょっと編集したいなっていうのがあるときには、これでマウスに手を伸ばしてダブルクリックをすると時間かかるんで、F2、はい、キーを押します。F2 を押して、で、これで、まあ、トラックボールって変えるとかですね。こんな感じにしてます。F2 キーが早いですね。F2 キー。で はまああんまり使わないですけど、ちょっとこのあたりで、このあたりを切り取ってみると、まあ、これも、こうやってあたりだけ貼り付けて、で、これ足したいときあるじゃないですか、これを。で、その時に、じゃあ、ここで、これか、オートサムを押して、あんま押さないんで、あれですけど、エンターキーっていうのもありなんですけど、オルトキー、オルトシフトとハイフン、イコールのキーですね。イコールのキーを押すと、これ オルトシフトイコールって押すとこうやってサム関数を入れられるんで関数でショートカットギーで入れられるのってこれだけなんですよねこれだけなんでぜひ使ってみていただくといいかなとでこれ関数に関して言うとこれ関数もこの辺をクリックしてとかましてやこことかをクリックしてだとちょっと時間かかるんでもうイコールって入れてしまうとイコールって入れて この文字を入れていくとこうやって出てくるんで,でここ、これで例えば XLOOKUP っていうものを使うんであれば、このあたりで、ちょっとここはマウスを使ったりっていうのが必要にはなってきます、の方が早かったりしますけど、こうやってやると、ここに数式が入るみたいな、そういうことができます。だからイコールを使うっていうのがおすすめですかね。 こんなとこですかね。あとは下にコピーするっていうので、これをもう一個コピーするんだったらコントロールと D と。で、これもコントロール C、コントロール V ってやるよりも、コントロール D って、D だと下にコピーする。コントロール R だと右にコピーする。なんで、まあそういうのを使った方が早かったりはします。まあそんな、そんなところですかね。今一覧を見ていて、私がよく使うものっていうのは、 あとあれですね。新しいファイルを開くとき。新しいファイルを開くときにどうするかっていうと、もちろんここでファイルで開くっていうのはあるんですけど、開くっていうのはあるんですけど、時間かかりますよね。これだと。だから私は、これ Windows 全般の操作なんですけど、まあ、Windows キーを押してあ間違えました、Windows キーを押して、ここで例えば、ピボットって入れると、ピボットって書いてるものがこうやって出てくるわけです。 で、これで、例えば Enter キーを押すと、このファイルが開くと。まあ、この方が早いですね。だからファイルを検索で開くようにしておくと。これをフォルダーの中に見に行ったり、デスクトップにあったりすると、やっぱり時間かかるんで、まあ、デスクトップ、まあ、これ <laughs>、使うかどうかなんですけども、デスクトップを表示するっていうのもう時間、手間かかりますよね。こうやって閉じていかなきゃいけないわけなんで、まあ、Windows と D って押すと、こうやって、 ウィンあデスクトップを出すことができますけど、まあ、デスクトップを出すことが本当に必要かどうかってところですよね。<laughs> Windows D ってそうそう使わなかったりするんですが、まあなんか <laughs>、ね、独立前で後ろ上司が通りそうになった時に、なんかブラウザが開いてる時に、まあオルトタブでもいいんですけど、Windows D でさっと隠すっていうのとか、そういう時には役に立つかもしれませんけども。で私はそのシャットダウンするっていうショートカットーをささっと 仕事終わったらやってましたね。ささっと変えるようにみたいな。まあ、うんうん、Windows X、あ、i n d o w s X じゃあれか。Windows X にして、まあ U を押して、まあこれだと、あれか。今の Windows だとこっちの方が早いですかね。Alt、AltF4 の Enter が早いですから、ね、で、これだとすぐシャットダウンできるんで、なんかそういうショートカットが時は、 独立前よく使ってました。まあ今はまあシャットダウンしないんで、このパソコンもそうですけど、あの Wind、Windows、ね、Windows んノートパソコンもデスクトップもシャットダウンしないんで、こういうことはしないんですけど、なんかそういうところからショートカットキーを覚えたりもしてはいました。まあということで、今、ショートカットキーで、まあ気になるものはありましたが、ショートカットキーでなかなか身につかないんで、身につかないと思っていただいていいかと思います。まあ私も新しいショートカットキー身につかないんで、でも繰り返しやることによって、 まあなんか自然と体が動くっていうところになりますので、ただその無意識に動くってところまでは意識的にやらなきゃいけないと。これスポーツでもそうだと思うんですよ。無意識にボールが来て、それを取るとか、打ち返すとかですね、蹴るとかっていうのができるまでには、意識的にそれをれ繰り返し練習すると思うんですよ。ランニングなんかもそうで、意識的にフォームを気にして走るっていうのがあって、無意識にっていうのができるんで、仕事もそうですね、もう本当に体を使うスポーツと思っていただいて、 ぜひ鍛えていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。